さんはオーストリア出身のバイオリニスト作曲。家で指揮者のローリスチェクナボリアンを父としてウィーンで生まれ、アルメニアで育つ。5歳でバイオリンを始め、6歳でペトロヘイコジアに支持する。2007年にウィーンに戻り、2011年からはウィーン国立音楽大学でゲルハルトシュルツの下で学ぶ。2012年にはユーロビジョン案組。ミュージシャンズのオーストリア代表に。 選ばれ2位となり、2013年4月には、キース・ロック・ハート式のボストン・ポップス・オーケストラと共演し、アメリカにデビューし、2015年10月には同じ組み合わせで、ウィーンに外戦し、ハリウッド・イン・ビエンナに出演した。2013年のシモン・ゴールド・ベルグコンクールで優勝したほか、2014年のフリッツ・クライスラー、国際コンクールで3位、2015年の シベリウス国際バイオリンコンクールでは2位とベストシベリウス演奏賞を獲得する。2017年にはアワーズ交響楽団やウィーン交響楽団とメンデルスゾーンのバイオリン競争曲を共演したほか、欧州コンサートホール機構による2017、2018年のライジングスターの一人に選出され、ヨーロッパ各地の著名なホールでリサイタルを開く。ベアーズ国際、 バイリン協会から貸与された1698年生、ストラディヴァリウスを使用している。ありがとうございます。